家族みんなで車に乗るなんて久しぶりだな。そうね、何年ぶりかしら。いやどこ行こうかな。温泉とかいいんじゃない。温泉か、いいじゃないか。僕も温泉好き。はっはっは、ケンタロウも好きか。じゃあ温泉で決まりだな。温泉といえば草津温泉ね。いや、温泉といえば有馬温泉だろ。草津よ。いや、有馬だろ。草津、有馬、草津、有馬、草津、有馬。試乗車なんですけど、この車試乗車なんですけど、有馬か草津で悩んでらっしゃいますけど、どっちも行かせませんよ。試乗車なので。試乗車って10分20分ほど周辺を走るだけなので、温泉行くなんて言語道断中の言語道断、言語道断道断断断ですよ。じゃあ今日は草津温泉にして、今度また有馬温泉に行こう。争う時間は今はもったいない。せっかく家族水入らずの旅行なんだから。あ、水入っちゃってます。助手席に水入っちゃってます。車屋の店員というめちゃくちゃな水が今あなたの隣に座ってます。これはどう考えで。よく家族水入らずという言葉使えましたね。ありがとうお父さん。じゃあ出発しましょうか。あ、途中でハンバーガー屋さん買ったら寄って、みんなで車内で食べましょう。あ、試乗車なんですよ。すいません、まだあなたたち購入されてないんですよ。フラッと店に来て、あの車試乗していいですかって言っただけなんですよ。そんな車内でハンバーガー食べたらダメです。じゃあ出発。あ、待ってください。どうしました店員さん。いや、これ試乗車なんですよ。温泉なんて行かせるわけないんですよ。行きましょうよ。いや、行きましょうよとかじゃなくて、試乗車って分かってますよね。試しに温泉行きたいんだよね。いや、試しに行くとこじゃないから。温泉は、温泉が良かったら買おうかな。いや、温泉がいいのは温泉の力だから。この車で行ったから温泉がいいとはならないよ。行かないの店員さん。行かないよ。温泉最近入ってる。え、車屋さんも忙しくて休みないんじゃないの。あ、まあ確かに。温泉行こうよ。あ、はい。あ、はいって言っちゃった。僕温泉行きたいんや。そういや、僕大学の頃は温泉同好会に入って、みんなとよく温泉巡りしたな。懐かしいな、あの頃思い出して。今日は家族水入らずで温泉旅行だ。やった。春が来た、春が来た、どこに来た、チャネに来た、チャネに来た、チャネに来た。